3.17 両国大会、時の王者組ゲットワイルドを下し、世界タッグ王座を奪取したバーニング秋山純、塩崎豪。その後行われたチャンピオンカーニバルで別ブロックとなった2人はリーグ戦をそれぞれ堂々の1位で通過。塩崎は準決勝で甲斐に敗れたものの、優勝決定戦でその甲斐を下した秋山が悲願のチャンピオンカーニバル初優勝を成し遂げた。そしてお前、三冠文句ないよな。やらせろよ。やってやろうじゃねえか。その前にな、世界タッグ三冠の前に世界タッグ挑戦させろ。秋山はもう一つの頂点、三冠ヘビー級王者諏訪間への挑戦を表明し、 6.30 両国大会での頂上対決が決定した。対する諏訪間は三冠戦を受ける条件として、頼れる相棒ジョー・ドーリングとのコンビで世界タッグへの挑戦をアピール。三冠の前哨戦とは思われたくないんで、チャンピオンとしてしっかり受けていただいて退きたいと思っています。諏訪間ジョーというタッグチームの存在を消すぐらいの勢いで、ね、その勢いというものを見せつけたい。常にこう高水準の暴走を、見せつけてやるわ。タッグの部分でもやっぱ競っている、ね、あ、俺の方が上だ、そういうものはアピールしていきたい。最強タッグチーム決定戦、ラストレボリューションはバーニングから世界タッグ王座を奪還できるのか。世界タッグ選手権試合、挑戦者組諏訪間ジョー・ドーリング VS 王者組秋山純、塩崎豪。チャンピオンカーニバルでは結果を残すことはできませんでした。春の大戦を制した秋山からの一言、次は三冠戦だ。もちろん受けて立つ。その前にバーニングを止めるため、タッグの最高峰に狙いを定めた。勝ってダッシュして、そして両国だ。高水準の暴走を見せる、そう会見で話しておりました。それを見せる時だ。その時が来ました。チャレンジャーラストレボリューション、ジョー・ドーリング。しかもの暴走機関車、そして今ハンドルのベルトとともに三冠ヘビー級王者、このベルトがプラスの計5本になるのか。チャレンジャースワマバーニングの勢いはとどまることを知らず、 1.26 大田区総合体育館、バーニングは全日本プロレスに戦いを挑みに来ました。あの塩崎の一言からことが始まりました。以降世界ジュニア、世界タッグ、アジアタッグ、チャンピオンカーニバル全て制覇。思い出せを一気に収めた。誰が来ようとも水の通り戦うだけ、それがバーニング。世界タッグ選手権試合チャンピオン塩崎豪、そして秋山純。試合に先立ちまして、株式会社の代表取締役専務島津利明様より選手権試合宣言でございます。本会場
これより行われる秋山純、塩崎光太、諏訪間、ジョー・ドーリングの試合は PWF が認定する世界タッグ選手権試合であることをここに宣言する。2013年6月2日 PWF 会長関野真平だ。3.17 両国国技館、時の王者ゲットガイドを下し、第65体王者組となったバーニング塩崎豪秋山純、その勢いはとどまることを知らず2013チャンピオンカーニバルをも制してしまいました。現在3冠以外すべてバーニングの手の中に。秋山が防衛して三冠に王手をかけるのか、それとも諏訪間がダッシュし三冠戦に弾みをつけるのか、究極の世界タッグ選手権、さあ両チームの紹介を待ちます。本日のメインイベント世界タッグ選手権試合、60分一本勝負を行います。青木がチャレンジャーチームラストレボリューション3本勝負ドーリング。スワーバー。スワーバー、今回はチャレンジャーです。アトラクションは世界タッグチャンピオンチーム、バーニング245台、世界タッグ王者組、塩崎豪。世界タッグ選手権試合60分一本勝負、さあ長野さん、どんな戦いになるでしょうかね。そうですね、まあ本当にあの真っ向勝負、中身の濃いね、はい、あの攻防になることは間違いないですよね、うん、そうですね。塩崎と諏訪間、塩崎と城、秋山と城、秋山と諏訪間、どんな戦いになるのか。まずチャレンジャーチームは諏訪間、そして王者チームは秋山。さあいよいよその戦いのゴングが打ち鳴らされました。世界タッグ選手権試合、秋山はこう話しています。決して三冠戦の前哨戦ではないと、じっちりと防衛することがまず先決。秋山純左、右が諏訪間、力が入る両者、共にベースはアマチュアレスリング、専修大学出身の秋山、中央大学出身の諏訪間。さあロックアップ、バックを取った秋山純、半身の体勢、腕を取り返す。フルネルソンは諏訪間、切り返す秋山純。さあバックを取る、この体勢から投げに行きます。グランド仕事として入れ替えた秋山純、腕を決めに行きます。秋山純押し込んだ諏訪間、まあ、この攻防から非常に緊張感が走りますね。そうですね、まあ、でもこのシリーズね、はい、何回か肌合わせてますしね、5対5のイルミネーションでは秋山がね、はい、リストクラッチ式のエクスプロイダーで諏訪間からワンツースリー取ってるんですよね、ただ逆にこの諏訪間はね、今コーナーに控えている塩崎を初めてラストライドでフォールしてますし、はいはい、という、まあ、熱い前哨戦がね、はい、繰り広げられてきましたよね。おっと、一発にまず挨拶代わりに張り込みになった秋山純であります。ちょっと秋山の方から挑発に出た感じですね。そうですね、チャンピオンカーニバル2013年の春の再戦を制しました秋山純であります。初体感、これで三冠も取りました。そしてチャンピオンカーニバルも制しました。しかし今その三冠のベルトを持っているのはこの手前諏訪間であります。まあ、あとはでも試合の鍵を握るのはこれが、はいはい、タッグマッチであると、うん、タッグのタイトルマッチであるということを忘れちゃいけないですよ ね、 すね。結局チームとして上回るのはどっちかということですから大事なのは、はい、戦前での長野さん、
はい、コンビネーションとしては互角なんですね。それともどっちか勝ってから言ったら、まあ、秋山、塩崎の方が上でしょうね。上ですか、はい、まあ、実際にベルトも持ってるわけですから、で、じゃあ、はい、スワマとジョーはいつから組み始めたんだって言ったら、去年の暮れからじゃないですか。やっぱりタッグチームとしてのね、はい、経験値が少ないというのはありますよね。なるほどね。スワマの言葉を借りると高水準の暴走という言葉を使いましたね。そうですね、だから、はい、熱くなってる中にも冷静さのある暴走でないといけないわけですよね。そうですね、一旦下がりまして塩崎どうであります。塩崎とスワマ上を制しました。チャンピオンカーニバルでは開幕戦当たりまして30分時間切れ引き分け。さあ組み合った、いつも比較されてきましたこの2人。さあここはどうでしょうか、綺麗に分かれるのか。いや一発攻撃を仕掛けたスワマ。さあ自軍のコーナー押し込んでここで堂々リングにスイッチ。今日は開幕戦でね、塩崎とシングルで敗れてますからね、はい、そうなんですよね。そしてチャンピオンカーニバルでは秋山に敗れてますから、ジョーの存在感を示す意味でもですね、もしかするとジョーが一つポイントを握るような気がしますね。シカゴの暴走を引かせと言われています。だからまあ、はい、スワマとね、ジョーが共に暴走していくのか、どっちかがどっちかうまく引き出しての暴走なのかっていうのも違ってきますよね。なるほどね。ロープに送った相当たりを見せる両者。塩崎が突っ込んでいくがしっかりと受け止めているジョー・ドーリング。196センチ135キロ。シカゴの暴走機関車仁王立ち。出ました逆水平のチョップ。しかしジョーもお返しのチョップだ。打ち合っております。一瞬踏んだか向かっていきます。塩崎、しかし塩崎は非常に打たれ強い選手です。そうですね、大きく一つ一つ深呼吸をしました。塩崎どうであります。さあ来いと今日は胸を出して相手受けた。力を込めたジョー・ドーリング、そして塩崎ゴー、この表情まだまだと気合を入れました。チョップがセットになっている。さあ打ち合う両者、塩崎がジョーがチョップの打ち合いとなっている。まさにノーガードで打ち合う。さあ胸元が赤く跳ねたまいった両者走る暴走キャッチャー。ファンの、ね、ジョーに対する声援がすごいです ね、 ですね。バーニング対ラストレボリューション、セコンド陣も声を荒げています。さあズープラトンの攻撃ダッシュ。塩崎がダウンしました。今度はスワマがどう料理するか。後ろ一瞬ちらっと見やりましたスワマ。さあここは攻め時だ。チャレンジャーチームラストレボリューション、現在3本のベルトを持っている。このベルトを5本に増やすんだとそう話しておりました。スワマでやります。さあ蹴り飛ばすように持っていく。さあ右もう一度3つダブルジャンプ。これがスワマの強さ、一発で乗しました。まあ、この中ではね、やはり塩崎がね、はい、軽量になりますからね、そうですね。全日本に参戦に置きまして少し体を絞りました。塩崎ゴーでやります。一時に弱った体を絞り込んでまいりました。肉体改造を行いました塩崎ゴー。このゆったりペースは、はい、ラストレボリューションにとってはいいと思いますよね。なるほどね、さあバックから攻めます。スワマ塩崎の顔面、そしてその向こう側秋山純子の視線を飛ばしているスワマであります。攻めるラストレボリューション。
まあ、じっくり、ねはい、攻めていってそれこそそこから暴、ね、走というか一気に爆発していくというのがいいと思いますね。そうですね、はい、おさあ今度は片切りショップを放っていく岩崎も蹴り飛ばした。山田蹴り飛ばしました。あ、首を打たれたか、いや口を打たれた。知恵の攻撃、今度は上等リング、いつも以上に上に対する声援が飛んでおります。戦いの聖地後楽園ホール、前に出る暴走機関車。さあ、いい意味の暴走してほしい。左からかち上げてまいります。上等リング、ロープの反動にしてレコードラップ、135キロのウエイトが乗っている。そして今度はどうするか、上等リング引っ張り込んで自軍のコーナー、これがさっきの上等手段、鉄則であります。うまく取ってんじゃありませんか。そうですね、さあ塩崎一発返しますが、かなり打たれています塩崎号。このチョップは折り紙付きだ。まあ、次の日かゆくなるって言いましたよ ね、 あ、ね、そうですか、さあ吹っ飛ばした。スワム120キロありますが120キロを吹っ飛ばした。さあ今度はバーニングの2プラット、目には目をだ。そして膝を落としていく秋山ジョンであります。緩急の使い方が実に上手い選手、様々な経験値を持っている、いろんな経験をしておりますこの秋山ジョンであります。膝を落としていく、もう一度秋山が前に出始めた。尻餅をついてしまったスワマ、うまく足引っ掛けたんですよ ね、 そうですね、あのコントロールしないんですよこの人ね。おー、なるほど、常に冷静沈着、熱い中にも冷静さは決して忘れず、それがこの男の強さの秘密。ちょっとそれはやはりね、首を気にしてます。そうですね、すごい嫌がってますね、首には爆弾を抱えております。スワマ、そのスワマの首に攻撃の的を絞ったが、ここは力に任せて持っていく。そして今度逆サイド、スワマが振る、凄まじい勢い、強引にね、あのペース変えちゃいますよね。そうでしたね、力で持っていきます。中に入れました、強引にねじ込んだ。ここで上等リングスイッチ、そうやってね押し切っていくのが魅力ですよね。そうですね、ラストレボリューションの魅力、高水準な暴走を見せるが、さあいったか、ここはセカンドロープに今度上がってどうする、おーっと投げ倒すように持っていった、その裏をかけました、スタートスラマが行く、スタートスラマが行きます。右を落としていく、膝を落としていく、上も加わるんでしょうか、場外戦であります。さあその輪の中に塩崎号も入ってくる。世界タッグ選手権試合場外戦、場外は PWF ルールです。10カウント、さあ打ち合う、おっとものすごい衝撃放送席、さらに今度はランダー、うわー、ショックなんですかね、マットがないところ大丈夫でしょうか。これは強烈でありました、上等リング、そして秋山を止めるか、秋山に対して必中攻撃はスワマ、まさにブレーキの壊れたダンプカー状態、これがいいように作用している。これでね、はい、秋山を孤立させることに成功しましたよね。そうですね、塩崎ちょっと戦闘不能ですもんね、塩崎は我々放送席のすぐ目の前ダウンです。ダウンしたままご覧の状態、そして今秋山純、さあここがラストレボリューション大事ですよ ね、 そうですね、大きなポイントになりそうだ、担ぎ上げた、ましたから、ね、ボディスラム、そして上等リングの中に入ってきた、もう塩崎ダウンしたままだ、ボディスラム、さあタッチがスイッチワークが非常に速くなってきました、ラストレボリューション。さあここでもう一度ボディスラム、さあここは省エネか、一発一発に力を込めている。秋山を孤立して、あ、これはいい攻撃ですね。そうですね、はい、ここからどうつないでいくかですよね。塩崎は相変わらずダウン、心配そうな鈴木小太郎、青木淳、これこそまさにタッグマッチ、秋山の
のダメージが蓄積していく。そして最小限のエネルギーで効率的に攻めるラストレボリューション。さあ村山大地レフリーがチェックに入りました。塩崎ダウンしたまま、塩崎ちょっと心配ですね。そうですね、動きませんね。ここは攻め時。さあチャンピオンシップ世界タッグ選手権試合。さあ秋山もちょっと動けない。腰が来てますね。そうですね、ラリエット。さらにもう一度がつき始めた。大丈夫か塩崎。我々放送席の目の前ダウンしたまま、目はつぶったままだ。さあそして今度は放り投げるか。出るぞ出るぞ出るぞ。凄まじいパワーだ。まさに暴走し始めた。しかしその中にも冷静さはあります。これはどうでしょうね。ちょっと秋山危ない。ダッシュなるか。カウントは2カウント。これやっぱり決め技が欲しいですよね、はい、そうですよね。今がねチャンスなんですよね。そうですね、1人こ、ね、孤立させましたから ね。さあそして今度は逆エビの体勢に入ります。逆エビ、ボストンクラブ。さあリバースのボストンクラブ逆エビ固め。さあこれでどうだ。さあ絞り上げてまいります。逆エビ逆エビ。さあ秋山この表情かなり厳しそうだ。先ほど腰をかなり気にしておりました。さらに上道リングも加勢しております。ラストレボリューション龍里バーニングピンチです。チャレンジャーチーム上道リングスワマラストレボリューションはどう攻める。またしても足を取った。またしても逆エビだ。腰を上部に伸ばしてまいります。厳しそうな表情。厳しくなった秋山。そうですね。さあこれでどうだ。あとわずか。ロープまであとわずか。ロープブレイク。ロープブレイクです。しかし秋山にとって厳しい状況が続くわけですよね。そうですね。塩崎はようやく半分の体勢にはなりましたけれども、相変わらず立ち上がることはできない。ただね、はい、このラストレボリューションの攻めを見てると、ちょっと三冠戦も意識してるのかなって気もしますよね。あ、そうですか。一気にあの例えばラストライド持ってっちゃうとか、はい、レボリューションボム持ってっちゃうではなく、はい、痛めた腰を必要に痛めつけてるっていうことで、ね、体にダメージを与えておこうという意図もあるのかなというふうに取れますよね。先に見ている可能性は12分になりますね。さあ15分経過、チャンピオンシップは60分の一本勝負。諏訪間はちゃんと場外の塩崎を見ながら試合を進めてますね。そうですね、塩崎はようやく立ち上がりました。さあ攻めているのはチャレンジャーチームラストレボリューション。さあ対角線だ、どう使うか。諏訪間濡らさない。秋山腰を落としている。ダブルチョップ、もう一度打って出るダブルチョップです。やっぱり勝てば俺のもの、そういった思いがあるでしょう。塩崎も出しても吹っ飛ばされた。対角線だ。そして諏訪間、そして場外行くのか。いやいや組み止めたぞ。こっからスロイダー組み止めたら俺のもの。どうだ諏訪間、カウント待ち、ツーカウント。なんとか捉えています秋山純。どこで勝負に出るかですね。そうですね、うん、しかし塩崎のダメージがかなり深いようで心配されます。ブレンバスターの体勢に入った。なんとか足を抑えながらブロックしている秋山純。今度はタイツを取った。ブレンバスターの体勢か。おっとボディに一発、どちらが打ち勝つのか。捉えている捉えている。ブレンバスターを打ったのは秋山純。そして今塩崎の先ほどのダメージがありますからね。そうですね、どうですかね。ただ今ね秋山を逃してしまったのはちょっと惜しかったですよ。そうですね、ダメージがダメでした。この塩崎ゴー、この塩崎がようやく生還決定。うわーっと、もう体ごとぶつかっていく。格好なんて気にしてられない。チャンピオンシップです。王者塩崎ゴー。水平のチャップ、もう一度行った。塩崎よみがえった。シャガンドッサー、
岩崎がホールの体勢にゆっくりと入る。しかしちょっと後頭部を抑えている。やはり先ほどの場外でのダメージはね、そうですね、ただあの盛り返しましたからね。はい、バックを取った、投げ抜いてスープレックスに引くか。スワマーシュートで逃れた、いったかだろ、おっと強烈、そしてジャーマンスープレックスホールド。今度は2カウント、カウント2、ジャーマンを打ちました。ローリング手下げに回った、いくぞ、ゴーワンがうなるのか、ブロック足も止めた、キャッチュー、バックシュートで投げました。そうですね、今秋山がやはりダメージ高いですしね、はい、先ほどは塩田のダメージがあった、今度は秋山のダメージがある。ショートレンジラリアットから抑えて、さあどうだ、カウントは2カウント、ジョー・ドーリング、ジョーがどう攻めるか、一気に決めてしまうのか。さあブレンバスターの体勢、おー、さあこの四角い6メートルのリングをぐるぐるぐるっと回り始めました。しかも暴走機関車軽々にやってのける。ここからどうする、ジャンプしてブレンバスター、これはどうだ、トマチュー、軽々なっていきました。ジョードーリングであります。さあ担ぎ上げる、バタッ、まあ、体をバタつかせて、おボディアタックを見せました。ジョー・ドーリング196センチ、135キロが待った。これね、はい、あの塩崎を逃したくないですよね。塩崎かなりのダメージ、ロープには来るが、おっとまずチョップ、そして毛先に、これは決まったようだ。秋山君にスイッチ、ちょっとまた逃しましたね。そうですね、いい攻めがあったんですけれども、逃してしまいました。さあ今度は秋山の攻撃、膝、しかし腰ダメージがかなり深そうです。打ちながら腰に手を当てました。その腰に秋山純、さらに攻めるのか、エルボーの打ち合い、ウエイトを乗せてジョー・ドーリング、しかし組み止めるか、ネックロック、ネックロックの体勢に入った、さあこれはどうですかね、かかりは。そうですね、あ、しかし力で持っていく、これがジョー・ドーリングのプロレスだ。完璧には入らなかったんですかね今。まあ力で持ってっちゃいましたよね。右だ、右のラリアット、今度はどうだ、秋山お返し、秋山が走る、ジョーが上から、ラリアットさらにはさあグッバレー登っていく、リングの中央でハイパンダッシュ、ならない、まだダメです。さあこういう乱戦になった時ですよね。そうですね、チームワークがね、試されるのは、はい、塩崎を抑えるのはスワマ、そしてリング上上げればジョーのもの。あ、どうでしょうか、秋山も捉えている。近藤が、カズが、そして中野が声を荒げておりますが、捉えました、秋山順であります。秋山が行く、足を取る、あー大スプロイダー、もう一度連発、上馬を切る、ダリアット、すごいですね、最後のラリアットはもう意地で打ちましたね。それでも立ち上がってラリアット、ジョー・ドーリング、ジョーに対する期待感、スワマが手を出している、最後は俺がまとめるよと、そういった意思表示なのか。やや早く塩崎が入る、ぶつかり合い、汗のシャワーが飛び散る、スワマが走るがチョップで迎え撃った、ならば打ち合いと、チョップエルボー手下げに、ダブルチョップバックを取って、わ
ジャーマン投げっぱなしを返し、もう一度スラーマン放り投げる。ヨドキが行く、一と一の戦いだ。言われました。今や金石先頭、この全日本プロレスに落とし、2人の戦いは今世界タッグ選手権試合。なんかこの前のね、チャンピオンカーニバルの30分時間切れの熱湯を思い出しますよね。あ、そうですね。ドロップキック、今のはいいドロップキックでした ね。 そしてしっかりとアシストを忘れません。情動リングでやります。後ろちょっと見合ったぞ、スワマー強烈な右が入った、迎え撃つ、おー、入りました。一発一発の破壊力が凄まじい。ここから二段式でジャーマンスープレックス2。すごいですね、腰の力だけで持ってきましたね。すごい力です。背筋でか、さらには腰の力、これがバックドロップだ。秋山が戻ってきます。いいバックドロップだったんですが、ジャンピングにエカオスプライダー、両抜きに行けと指示を出した秋山純子タイル。今度ジョーが入りました。さあ、大乱戦の世界タッグ選手権試合、一転してチャンピオンチーム有利か、剛腕がうなるのか、塩崎剛でやります。山に返しましたの剛腕、打ち抜いた剛腕の威力はどうだ。カウンターは2、スワマ残した三冠チャンピオンとしての意地、今この2人に託されてますよね。現在は世界タッグ選手権、その王者はこの塩崎か。さあ、ムーンサルト行きますか。そうですね、上が来ましたよ。上が気がつく、抑えにかかった。スワマが後ろから担ぎ上げて、このままラストライドに行けますかね。バックドロップといえば全日本プロレス、全日本プロレスのバックドロップを見せるのか、こだわりのバックドロップ。あーと DDT ですね。 DDT 切り返したのは塩崎剛であります。そして秋山純も中に入ってきた。後ろから上等リングが行く、ボディ。さあ、日本選手がリングの中、試合の権利があるのが、おー、ラストレボリューションもすごい。この中で暴走をね、貫けるかですよね、はい、そうですね。さあ、一気に行くのか。ラストレボとレボリューションボムの共演があれば勝てる。
ッシャーをね、はい、返したんですがね、やはり力尽きてしまいましたね。そうですね。いやー、すさまじい熱戦でした。世界タッグ選手権試合、タッグの最高峰の戦い、勝ったのは王者組、塩崎豪、秋山純。見事初防衛に成功いたしました。いや、本当に勝った方もね、はい、負けた方もね、もういっぱいいっぱいですよね。そうですね。いやー、成功に突き果てました。これぞプロレスです。世界タッグのベルトがその腰に戻りました。初防衛に成功。見事防衛。まあ、そうなるとこの勢いのままですね、はい、秋山次の目標は三冠ですね。そうですね。で、まあ、塩崎がね、はい、その勝者というか、はい、自分は秋山さんの三冠に挑戦したいみたいなことも言ってましたからね。なんかそのシナリオ通りに今行ってる感じですもんね。三冠王者から見事3カウントを奪いました。画面左、塩崎豪敗れました。三冠ヘビー級王者。ちょっと荒れてますね。いや、本当これ三冠にもね、赤信号ともりましたよね。まさにバーニングの勢いはとどまることを知りません。あと一つ三冠をダッシュすれば全日本プロレス完全制覇。そうですね、両国国技館大会参加の琉球戦が待っています。これはもう決定事項。秋山純はリングを後にするのか、それとも何か喋るのか。おい、次は三冠だぞ。分かったな。この前も言ったように PWF は特に綺麗に磨いとけ。分かったな。さあ、次の三冠戦、ちょっとリード信号止まりました。そうですね、追い込まれましたね。そうですね。ここからの逆襲はあるのか。そして秋山純、塩崎豪、見事防衛に成功。この勢いのまま一気に突き抜けるのか。さあ、これ何かこの全日本のファンとの小競り合いなのか、それともどうなんでしょうね。何かちょっとファンでやり合ってますね、秋山がね。おお、それでも自信の表情です、秋山純。さあ、どうなっていくんでしょうか。両国国技館、ぜひご期待いただきたいと思います。三冠戦の行方はさて、どうなるのか。今回の